松永久秀の反乱を鎮めた信長は次の標的を毛利に定め、西国攻略を本格化させる。その先鋒として出雲の丘陵回復を目論む尼御勢や拝馬の大名別所長春らを用いて毛利に当たらせた。しかし尼御勢の寄る神月城は毛利の猛攻にさらされ落城の危機に瀕していた。この危機を救うべく信長は秀吉や光秀らを派遣、主君を救おうと勇む鹿之助と共に二人は神月城へ駆ける。神月城の戦い。よし鹿之助、ついに神月城での一戦だ。準備はいいか？もちろんだ。信長様に言われた時からずっと準備は重ねてきた。この一戦に尼子の未来がかかってるんだ。俺が頑張らないとな。おう、その息よ。信長様は播磨にかかりきりだが、その分オイラや光秀がついてるからな。ここを乗り切って西に半島を広げてやろうぜ。一丁やるぞ鹿之助。強くなって大切なもの全部この手で守る。あの日の誓い、今こそ果たす時だ。俺は毛利を残らず駆逐して尼子を再興する。追いつくからな光秀。誓いを果たす。手柄を立ててくるか。くそ、城は完全に囲まれてるな。簡単にはたどり着けなさそうだ。敵を本陣へと引きつけ進路を確保せよ。秀吉殿と鹿之助はその間に進め。北の援軍、我らが食い止めん。返して。よし、砦の将は本陣に向かったみたいだ。ここを落としてさっさと進軍しちまおう。すぐ向かいます勝久様。ご無事で。俺たちは賭け、一人でも賭けては城は守れん。オイラの出番だ。来たな、尼子の鹿が。その首を刈り落としてくれる。織田に構うな。奴らの動きは想定のうち。我らは引き続き城を攻め落とさん。返して。オイラの出番だ。ドリアホー。ドリアクショー。オイラが討ち取った。意地は見せたわ。もうよかろう。急げ。何としても織田を止める。本陣を攻めるか。ね、偉い通りだ。承知。
発いただきだ。意地は見せた。もうよかろう。その技俺にも教えてくれよ。刃から逃れられると思うな。よっしゃ、先に進むぞ。城攻めの邪魔はさせぬぞ。なんとかしてこの場をしのがねば。覚悟せよ、アマゴのしかめ。合点承知。くそ、囲まれたか。鹿の助の進軍が止まったようだ。急ぎ助太刀に向かうぞ。承知。貴様らに俺を阻めるものか。急げ。順調みてえだ。一瞬だが、モーリー相手にそううまくいくかな。長期戦になれば不利なのは俺たちだ。増援を通し一気に肩をつける。ミシレ、ごめんな、迷惑かけて。お前、助けられてるようじゃダメだ。俺自身が頑張らないと。機は熟した。増援を出し織田の手勢を囲むのだ。敵の侵入を許すとは。本陣が囲まれたか。これでは身体ままならない。本陣が落ちれば敵の攻撃がなりかねない。急ぎ本陣を守らねば。信長様より伝令です。急ぎこの地を離れ、播磨攻めに参じようとのこと。播磨の情勢、そこまで切迫していたか。しかし、だとすれば光月城。そうだ、それが信長様の。信長様の力か。俺がしんがりを引き受けるよ。撤退だ。我らは播磨へ向かう。敗北条件変更。おいらの出番だ。撤退の邪魔になる奴らは俺が残らず倒さないとな。とっておきを食らっとけ。承知承知。勝
この野郎め。敵に容赦ないのはまだわかるけどよ、味方を見捨てるのは違うんじゃねえの。敵の攻め手が想像以上に激しい。なんとか抑え込もう。鹿之助、しんがりを担ってくれているな。お前はそれでいいのか。俺のことは気にすんな。ミスチルは絶対に集中してくれ。アマゴの者たちは切り捨てるってことか。信長様、これはさすがにあんまりじゃ。武功一ついただきた。ここは引こうか、アルマイ。よし、日本人はもう大丈夫そうだな。早いとこ撤退しねえと。南東は守備が手薄。あの地より引くか。敵の少なさが気がかりだが、仕方あるまい。開門。占領、俺が見抜けねえわけねえだろ。閉門。いや、立ち塞がるなら切り伏せるのみ。ダメ、逃がさぬぞ。怒らず撃ち取れ。開門。すべて壊そう。合点承知。オイラの出番だ。任せた。本陣を狙って急いで止めないと。急げ。見えた。そうか、援軍が撤退を。いよいよ覚悟を決めねばならんな。今の俺にできることは壊そう。この撤退を必ず成功させることなんだ。これで残るアマゴは勝久のみ。我らの大手と相なら打ち尻一緒。名は残らずこの地で果てよ。急げ。急げ。守りきるんだ。よし、光秀たちは守れたみたいだ。暴めるものか。ここは引こうか、アルマイ。道は開けた。急ぎこの地を離れねば。返してみろ。俺の刃から逃れられると思うな。
それじゃ俺はここまでだ。みんな後のことは任せだぞ。平門、鹿之助、やはりな。元より一人残る腹積もりだったのだろう。なんだ、お見通しだったか。そうだ、俺にアマゴは捨てられない。大丈夫、またすぐ会えるって。必ず追いついてみせるよ。約束だ。なんとか撤退はなったようだな。さて、じゃあオイラたちは。ダメだ、やっぱり俺は戻る。鹿之助を、仲間を見捨てられねえ。待て美月、あのバカが。あるし、あいつは悪いが、今美月を連れ戻すだけの猶予はね。オイラたちは木津川口へ向かうぞ。じゃあまたな、光秀。信長様によろしくな。殿、心中お察しいたします。なれど、今は案ずるな。三木城へ向かうぞ、利光。信長を待たせるわけにはいかない。は、承知。この刃は天下一新がため振るうのみ。惑ってなどいられない。